全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、5番モコモコグレイ、すっと前につけます。外から上がるのはインパストミュー、11番モコガリレオ、後位につけています。内側2番スプリングホワイト、少し差が開いて7番ドバイユウィングス、各馬1コーナーに入っていきます。内から1番ドリームブレイク、そのうち6番ハーレムグレイン、続きまして16番ゼロジャスター、15番イザナギレース、真ん中あたりにつけています。そのうち14番マルセーラム、内押さえて10番スペシャルポポン、これからバックストレッチに向かいます。外から13番フラワー、内から3番サンディーシック、その外8番ダッツガッデム、17番アメリカンシスター。 1000m の通過タイムは1分1秒0、3馬身相手4番ドンパワー、少し差が開いて18番カード&カフェ、最後方は12番東京リリー、先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってインパストミュー、後ろに5番モコモコグレイ、11番モコガリレオ、後位をキープ。少し差が開いて2番スクリングホワイト、少し差が開いて1番ドリームブレイク、18頭大欅の向こうを通過、外を抑えて7番ドバイユウィングス、内から6番ハーレムゲイン、これを見るように外側14番マルセーラム、4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭インパストミュー、400を切って先頭インパストミュー、その後モコガリレオ、インパストミュー粘る、先頭はインパストミュー、インパストミュー粘っている、 200m を通過した、インパストミュー粘っている、モコガリレオここから追い上げる、インパストミュー先頭、インパストミュー先頭で合理、勝ったのはインパストミュー、鞍上は横山武史騎手、インパストミューブリーダーズカップを制しました。2着モコガリレオ、3着アメリカンシスター。